先ほど一時会社員をやられてたという話出ましたが、はい、どういう何やられてたんですか。20何歳ぐらいだな、25、6から始めて結局2年ぐらいしか持たなかったんですけど、オフィスの内装業務をやってたんですよ。オフィス内装っててっきり平日の仕事だと思ってたんで大丈夫だなと思ったんですけど、まあ当たり前ですけど営業は平日にしますよね。会社は平日やってるんで。ただ内装業務は会社が休みの日に行かないといけないんで土日になる、夜間になるんですよ。そうすると土日も出勤になるし、おまけに勤労は朝まで DJ してるしで、週末はずっと起きてないといけない。まあ若かったから2年持ったんですけど、まあちょっと普通に体がついていかなくなって辞めました。その2年はじゃあもう全然週末寝れないで過ごしてるみたいな感じだったんですか。そうですね、でも若いからできたんですね。25、6、多分普通にみんなもそうだと思うんですけど、まあ28ぐらいで多分やばいかもってなると思いますよ。